にちは、新州読書会の宮沢です。今日もマリアントアネットステハンツバイク読み上げていきます。読書会用に読み上げますんで、言い間違え読み間違えあると思いますけど、ご了承ください。第3章、ベルサイユデビュー。ベルサイユ王宮は今日なお先制政治の最も壮大な挑戦的ジェスチャーを示している。これという明白な理由もなしに、首都を離れた田園の最中に巨大な首都を離れた田園の最中に巨大な王宮が人工の丘の上に屹立し、数百の窓の目を放って人工の水路、人工の庭園を見張る化して虚空を睨んでいる。商業交通を促進する川一本流れているわけではなく、道路や鉄道の交差する地というでもない。全く偶然に偉大な君主の気まぐれが化石化した形で、この王宮はその無意味なぐらい巨大な華麗さを驚嘆する人々に示している。しかしこれこそルイ14世の先制的意志が希求したものなのだ。すなわち彼の自信、自分を神に祭り上げようとする好みに、彼の先制的意志が輝かしい祭壇を打ち立てようと欲したのである。断固たる独裁者、権勢を求めてやまない人間である彼は、分裂した国土に彼の統一への意志を見事に押し付けた。国家には秩序を、社会には道徳的風習を、宮廷には作法を、言語には順化を与えたのである。このような一体化への意志は彼の人物から輝き出たものであったから、すべての光栄は再び彼という人物に流れ変えるべきはずである。秦はすなわち国家である。世の住むところ、これがすなわちフランスの中心であり、世界のへそである。彼の地位のこの完全な絶対性を象徴するために、太陽王は故意にその宮殿をパリから移す。空爆とした田園のただ中にその王宮を建設することによって、フランスの王たる者はその権力の支柱、あるいは裏付けとして、何らの都市、市民、大衆を必要とするものでものでないことを彼は強調する。王たる者は片手を挙げて命令すれば足りる。そうすれば立ちどころに沼地は変じて庭園となり、砂地は化して森となり、滝や洞穴ができ、世にも美しく巨大な宮殿が出現するのである。王が欲しいままに選定したこの星座から、これ以後は彼の王国の太陽の昇りまた沈む、人民は無であり王が全てであることをフランス国民にはっきり証明するために、ベルサイユは建てられたのである。しかし創造する力というものは常にそれに満たされた人間にだけ結びついたものである。相続せられうるのは王冠のみであって、そこに秘められている権力と威厳ではない。この広大な王宮と偉大な礎石の上に打ち立てられた王国を相続したのはルイ15世、ルイ16世といった偏狂な博士弱高のもはや建設的でない享楽的な人物であった。外面的には彼らの地下において変わったところは一つもない。国境も言葉も風習も宗教も軍隊も全て不変である。太陽王の断固たる手は100年の歳月をもってしても消し難いほどの刻印を実に強く与えたのである。しかしやがて形は身を伴わず、創造的衝動を盛る灼熱的実質を核に至る。形としてはベルサイユもルイ15世地下において別に変わらない。ただその意味において変化を受けるようになるのである。華美な宮廷服を着た3000名4000名に及ぶ従者は依然として廊下や宮廷にうようよしている。2000頭の馬は今なおも厩舎につながれている。人工的な儀式のからくりがあらゆる舞踏会、共演、仮面舞踏会、仮想舞踏会において滑りのいい運転を見せていることに変わりはない。銀蘭剣舞、宝石を散りばめた豪華な衣装をまとうた騎士や女官は相変わらず鏡の間や金ピカの部屋部屋を練り歩いている。依然としてベルサイユは当時のヨーロッパにおける最も有名な、最も洗練された、最も文化的な王宮たるを失わない。しかしかつては満ち溢れておのずから流れ出る権力の表現であったものが、今はただ空転するのみであり、とっくに魂もなく意味も持たない機械と化している。再び王の名は同じ類である。しかし彼はもはやいかなる意味においても支配者ではなく、
取るに足らぬ女性の奴隷に過ぎぬ。彼もまた大司教、大臣、将軍、建築家、詩人、音楽家を宮廷に集める。しかし彼自身がルイ14世でないように、集められたものももはやボシェ、テュレーヌ、リシュリュー、マンサール、コルベル、ラシーヌ、コルネイユではなくて、領官車流、へつらいの戸、山氏の類に過ぎず、作るよりは単に享楽船とし、先人の行をに寄生するのみで、己の意志と精神によってそれを生かす術を知らない徒輩であった。この大理石の温室では、もはや大胆な計画は描かれず、断固たる刷新は行われず、文学的作品も生まれず、ただ陰謀と情事の必須な植物のみが生い茂った。決定的なものはもはや業績ではなくて陰謀であり、功績ではなくて悲喜である。石鹸の際にポンパドールやデュバリーに一番低く腰をかがめた者が一番高い地位に上る。行為よりも言葉、実質よりも外観が幅を利かす。これらの人間が国王、政治家、牧師、将軍としてそれぞれの役割を演ずるやり方は端麗指すぎるくらいであるが、彼らはただ互いに内輪同士に全く目的もなく、いつ果てるとも見えないいたちごっこをしているに過ぎず、彼らすべてはフランスという現実を忘れ果てて、ただただ自分のことだけを考え、経歴と享楽を念頭に置いている。ルイ14世によってヨーロッパの最高会合所として考えられたベルサイユは、ルイ15世に至って肩書きの多い素人役者の社交舞台になり下がった。もちろん世界に比類のない人工の妙を尽くした最も贅沢な芝居小屋ではあるが、この壮大な舞台に今や初めてヒノキ舞台を踏む者らしい臆しがちな足取りで15歳の少女が立ち現れる。彼女は差し当たり小手調べのちょっとした役しか演じない。王太子妃、皇位継承者の妻という役である。しかし観客の貴族たちはこの小さなブロンドのオーストリア公女に将来ベルサイユの主役、女王という役割が振り当てられることを知っていたから、彼女が到着するとすぐにあらゆる人々の視線は物珍しげに彼女に向けられた。第一印象は素晴らしくいい。こんな魅惑的な少女が登場するのを見るのは久しぶりのことだ。博多人形のような魅惑的な華奢な死体、彩色した時期のような肌の色、生き生きとした青い目、キキと笑い優美に拗ねて見せる術を心得た女才ない意のある口元、奇挙振る舞いにも非の打ちどころがない羽の生えたような優美な歩きぶり、踊る時の物腰もうっとりとするくらい。しかもさすがに生まれは争えないものだ。鏡のように磨き上げたフォローを通る時もちゃんとした姿勢で臆する様子もなく、右に左に軽い会釈を交わすその気軽さ、プリマドンナの現れないうちに自分こそは主役を演じうると思っていた貴婦人たちは、この肩幅も狭い年端もいかぬ少女に手強い敵手を発見してむしゃくしゃしている様は覆うべくもない。しかし礼儀作法にやかましい殿上人が幾度に認めざるを得なかった難が一つだけある。すなわちこの15歳の子供がこの神聖な王宮においてすら固くなるどころか、実に天真爛漫に動き回ろうという驚くべき望みを抱いていることだ。天性のおてんば娘の小さいマリー・アントワネットは、年下の義弟たちと遊ぶときなど、スカートを翻して飛び回る。フランス宮廷では、王子の妻たるものに必ず求められる例の味気ない几帳面さ、寒々とした慎み深さは、彼女はまだ慣れることができない。儀式でもあるときなら、彼女とてもこれに劣らず小うるさいスペイン風なハプスブルク一流の礼儀作法の中に人となったゆえ、誰からも文句が出ないように振る舞うことぐらいは心得ている。しかしお里のシェーンブルン宮では、厳しい行儀作法といってもそれは厳粛な場合に限られ、誰がお越しということでもあれば大礼服のような小笠原流を引っ張り出すけれども、従者が賓客たちを送り出してしまえばもうすぐ脱ぎ捨ててほっとしたものだ。そうなればくつろぎ、楽な打ち解けた気持ちになり、子供たちは遊び放題、はしゃぎ回ってもよかった。シェーンブルン宮では礼儀作法をこなしているので、神に仕えるように礼儀作法には奴隷的に奉仕することはなかった。
ところがここでは、この取り澄ました降下した宮廷では、生きんがために生きているのではなくて、全く芝居のために生きているのであり、しかも身分が高ければ高いほどこやかましい掟が多くなる。自然の流量といった振る舞いは絶対まかりならぬ。それこそ良き風習に対する取り返しのつかない違反というものだ。朝から夜まで、夜から朝まで、一にも二にもお行儀ずくめ。さもないとこの劇場で、この劇場のために生きることをご所大事にしているおやかましい帝臣たちから早速文句が出る。こういうクソ真面目、ベルサイユ式のありがたい礼式は、天真無垢の女王マリー・アントワネットにはどうしてもわからなかった。ちょっと会釈するにも、一歩踏み出すにも、どうしてあんなに恐ろしくもったいぶるのか。ここの連中みんなの気が知れず、また将来も彼女はそんなことを気にかけないであろう。持って生まれたわがままな気性、やんちゃ坊主。とりわけ明けすけの太刀の彼女は、どんなことでも窮屈なことは大嫌い。正真正銘のオーストリア女として羽を伸ばし、生を満喫したいのであって、こううるさい口やかましい気取りや、様子ぶることには我慢がならない。お里で勉強ずるけたように、ここでは彼女がマダムエチケットというあだ名で立てまつっている厳しい女官ノアイユ夫人からことごと逃れようとする。政略のためにあまりに幼い時から人質にさせられたこの子供が、無意識的に求めているのはただ一つのこと。身分上贅沢三昧の暮らしであるが、許されないただ一つのこと。すなわち本当の子供時代を1、2年は持ちたいということであった。しかし王位継承者の妃たるものは、もはや子供であってはならないし、あるべきではない。みんなが寄ってたかってびくともしない威厳をつける義務があることを彼女に吹き込もうとする。教育の賞に当たったのは、信心深そうな女官長を別としてルイ15世の娘たち3人の叔母殿下である。そのミサオに至っては、どんな腹黒い口悪口屋でもあえて疑いを差し挟みえない3人の売れ残りの首相らしい意地悪老女である。アデレード嬢、ビクトワ嬢、ソフィー嬢、この3人は夫に構えつけられないマリー・アントワネットを表面上愛想よくあしらった。彼らの資質で彼女は宮廷式の小競り合いの戦術の手ほどきを授けられる。そこでの科目は、悪口の陰口の技術、腹芸、鹿がだに戦法、チクチク痛いところを刺す抑え法術などである。最初のうちはこの真新しい学科もうぶなマリー・アントワネットを強がらせ、無邪気に辛い飴玉を舐めさせてみたりもしたが、しかしこういう腹黒い芝居は、彼女の持って生まれた明けすけな性質にどうしてもぴったり来ないのであった。マリー・アントワネットは装ったり、功の念を隠したりすることをついに習得しなかった。そんなことで自分を台無しにしてはという正しい本能から、彼女はやがて後見役のおばたちから遠ざかる。あらゆるごまかしは彼女のまっすぐなサバサバした性質に反したのだ。ノアイユ伯夫人もこの女弟子には同様にうまくやれなかった。15、16になっても彼女の不羈奔放な性気質は絶えず決まりといったものに反抗しやまない。正面に決められた規則づくめの日程を受け付けようとしない。しかし日程は変えるわけにはいかぬ。ここに彼女自身の手になる日程がある。私は9時半か10時に起床し、着替えをし、朝のお祈りをする。それから朝食をしたため、おば君のお部屋に伺うが、大抵そこで王陛下もお会いする。10時半までそこにいる。それから11時には唯発に行く。お昼に私の小銃を呼び出す。その時は身分のない人は除いて誰でも入ってきてよい。そうして出資した人々の前で私は方便をつけ手を洗う。それから男の者は退出し、婦人たちは居残る。私は彼女らの前で着替えをする。12時教会へ行く。王陛下がベルサイユにおられる時は、私は彼と夫とおばぎみと一緒にミサに行く。王がご不在の時は、私は王太子の君と二人だけで行くが、時間もいつもご一緒である。ミサの後で私たちは生産を取るが、それは1時半に終わる。というのは私たち二人とも非常に早く食べるからである。それから私は王太子の君のところへ行く。彼に用事があるときは、私は自分の部屋へ帰り、読書をしたり書き物をしたり、あるいはお仕事をする。というのは私は王陛下のために上着の刺繍をしてあげているからであるが、これははかばかしくいかない。しかし神のお助けで2、3年後には出来上がるだろうと望んでいる。
3時に再びおば君のお部屋へ行く。この時刻には王陛下もそこにおられる。4時に神父が私のところに来る。5時にピアノ教師、あるいは歌の先生が来る。6時まで。6時半には散歩に行かなければ大概おば君のところへ行く。言っておく必要のあることは、夫も大抵私と一緒におば君のところへ出かけることである。7時から9時まで遊ぶ。しかし天気が良ければ散歩する。遊びは私の部屋でなしにおば君の部屋でやる。9時に晩餐。王陛下がご不在の場合は、おば君たちが私のところで食事される。しかし王陛下がおられるときは、夜食が済んでから、私たちの方がおば君の部屋へ伺う。私たちは王陛下のおいでをお待ちする。大抵11時15分前にお見えになる。しかし私はその間大きい安楽椅子に横になって、王陛下がお出ましになるまで眠る。しかしお見えにならない場合は、私たちは11時に就寝する。これが私の一日の決まりである。この時間割には楽しみというものを入れる余地があまりない。しかしそれこそ彼女の心が求めてやまないものなのである。青春の際立つ血潮は暴れ回りたくてうずうずしている。彼女は思いっきり遊び、笑い、いたずらがしたいのだ。が、すぐマダムエチケットが怖い顔をして、それもこれも大体マリー・アントワネットがしたいと思うことはみんな王太子妃という地位にふさわしいからぬことだと決めつける。ベルボン神父、かつて先生であり、今は彼女の懺悔聴聞僧、講師になっていたが、彼はもっとひどく彼女には手を焼いた。もともとマリー・アントワネットはもっと猛烈に読書しなければならないはずであった。彼女の教養は中以下であったからである。15歳でドイツ語はいい加減に忘れてしまっているし、フランス語はまだ完全に覚えきれず、補習字は下手くそ。作文は語字やら当て字やらに満ち満ちている。手紙一本書くのに今もって彼女は神父の手を借りなければならない。その上、神父ベルモンは毎日1時間彼女のために朗読して聞かせなければならず、彼女に無理やり本も読ませなければならない。マリア・テレサがほとんど手紙ごとに読書のことを問い合わせてくるからである。娘が毎日午後読書したり書き物をしたりするという報告に女帝はあまり芯を置いていない。しっかり読書してなんとか頭をこしらえなさいと母は戒めている。読書は恩美にとって他の誰よりも必要なのです。私は2ヶ月も前から神父の選んだ読書目録が来るのを待っているのですが、恩美が読書を怠ってつまらぬことで読書の時間を潰しているのではないかと気がかりです。この冬はこの仕事を怠ってはいけません。大体恩美はその他に何一つとして物にしているものがないのですから。音楽も絵画も舞踏もその他文学なども。遺憾ながらマリア・テレサの疑いは当たっていた。というのは幼いトワネットは重たい慈悲ともあるものを無理強いしたり罰したりできるものではない。ベルボン神父を意図素朴な投げやりな何気ないやり方でまんまと巻いてしまう手を知っている。読書時間は決まっておしゃべりの時間に化けてしまったのである。彼女はほとんど、あるいは全く勉強せず、母がいくら迫ってももはや本気に身を入れることはなかった。順調健全な発達はあまりに早く強いられた結婚によって阻害せられたのである。肩書きから言えば一人前の婦人、本当はまだ子供、マリー・アントワネットは一方ですでに威信堂々と議会階級をその態度に示さなければならないというのに、他方ではまだ学校の椅子に腰掛けて初等教育のおさらいをしなければならない。今身分の高い貴婦人待遇を受けたかと思うと、すぐに子供扱いされて叱られる。お行儀の先生はもったいぶることを要求するし、おばたちは黒幕になれと言うし、母親は勉強しなさいと注文する。しかし彼女の若い心は生きたい一心、若さのそのものである以外に何の望みもない。このような年齢と地位の見学、自己自身の意思と他人の意思との矛盾のために全く素直に追い育った性格のうちに、あの芳醇な不安と自由を求める性急さが生じたのであり、それが後年マリー・アントワネットの運命をあのように呪わしくも規定するに至ったのである。違法の宮廷における娘の地位がこのように危険なものであり、また期待に瀕していることをマリア・テレサは知り抜いていた。またこのあまりにも若い真剣味の足りないおてんば娘には、陰謀者流の感性と大奥政治の毒牙を避けるゲートは苦が勝ちすぎることも分かっていた。そこで女帝は彼女の持ち駒の中からえりすぐった外交官メルシー伯を後見役として娘につけたのであった。驚くべき率直さで女帝は伯に手紙を書いている。
娘が若すぎるということ、娘がちやほやされすぎるということ、怠け者で真面目な仕事を受け付けないことなど、私は心配しております。私は機関に全幅の信頼を置いてますので、あの子が悪者の手に落ちないように見張りしていただくことを機関に依頼出す次第です。女帝は白以上にうってつけのものを選ぶことはできなかったのであろう。生まれはベルギー。しかし女帝に対しては全く献身的であり、帝臣であるが大宮人ではなく、冷静に考えるところのある人物であるが冷血感でなく、天才的ではないにしても明敏なメルシー伯。女帝に使い抜くこと以外、他意もない、この富裕な野心を持たない独身者は、この目付け役を引き受け、感動すべき誠実さと起点の限りを尽くしてことに当たっている。表面上はベルサイユ宮廷における女帝の指針であるが、誠に母の目であり、耳であり、好意ある手である。彼の正確な報告によって、マリア・テレサはシェーンブルン宮にありながら、娘の行動いちいちをまるで望遠鏡を通してのように見ることができた。娘が口にしたすべての言葉、娘が読んだ本、あるいはむしろ読まなかった本、娘の着ている着物、女帝はいながらにしてそれらを知る。マリー・アントワネットが毎日どんなに送っているか、浪費しているか、どんな人と相手に喋ったか、どういう間違いをしでかしたか。これらのことに女帝が通じていたのは、メルシーが極めて巧みに緻密な網を非保護者の周りに張り巡らしていたからのことである。長官は皇女にお使い申し上げている下働きの者のうち3人を手に入れています。毎日ベルモン神父をして観察させています。長官はまた、デュルフォル公爵夫人を通じ皇女がおばたしとお話になった一言一句までも承知いたしております。長官はさらに、包帯式が居合わされた場合の王側近の出来事に関する一切の関する情報を入手する、なお幾多の手段と方法を有しております。加えて召喚自身の観察もございますことゆえ、皇女がおやりになったこと、お話になったこと、あるいはお耳にお入れになったことで、召喚がご説明申し上げないような時間は、一日のうちに1時間もございません。しかして、召喚は陛下のご安心遊ばすに必要なりと認める範囲において、いよいよ担保の手を広げております。担保の手を広げております。彼が聞き及んだこと、探知していたこと、この忠実な外交官は全く無慈悲なほどの誠実さで報告している。互いに郵便物を盗むことが当時の主要な外交技術であったから、この内密のマリア・テレサの宛ての情報は特別の使者によって女帝のもとに届けられ、それも進展と表書きされていたから、首相も皇帝ヨーゼフさえも触れることができなかった。しかし、無邪気なマリー・アントワネットもどうしてこんなに早く、しかも正確に、自分の一日の工場がシェーンブルに知れるのか、軽減に思うことも往々あったが、しかしあの銀髪の父親のように優しい大使が母の回し者であるとは夢にも知らず、不思議に何もかも知っている母の警告的手紙が、メルシー自身のさじ金によるものだとは、神ならぬ身の知る由もなかった。それというのも、この不義奔放な少女を動かす手としては、メルシーにも、母の権威を借りる以外やりようがなかったのである。たとえ友好関係の宮中にいるといっても、外国宮廷に使いする者として一国の王位継承者の妃に対して道徳のお説教をするということは許されるべくもない。彼としてはフランスの未来の女王を教育したり感化を与えようというような大それた真似はできない。そこで彼は何か目論む場合には、マリー・アントワネットがワクワクして受け取り開封するに決まっている、例の愛情に満ちた厳しい手紙が発せられるように手配したのである。誰の言うことも聞かない不真面目なこの子供も、たとえそれが書いたものであるにしても母親の声を聞けば何かしら神聖なひるみを感じる。どんなに激しく叱られてもありがたく頭が下がるのである。このようにまだんなく監督されていたおかげで、マリー・アントワネットは最初の数年間、彼女の一番の危険、どう過ごすという危険に陥らないで済んだ。もう一人の精神、彼女よりも強い精神、母の大きい広い知性が彼女のために考えてくれ、断固たる真面目さが彼女の軽率さを見張りしてくれた。そして女帝があまりに早くこの若い生命を国策の犠牲にしたことによって、政治家としてのマリー・アントワネットに対して犯した責めを、
母マリア・テレサはこのようにいろいろ気を使って償おうとしたのである。人のいい情け深いあまり深く物事を考えない子供マリー・アンターネットはもともとこれら周囲の人たちに対して何ら毛嫌いするような様子はない。彼女をあやすように愛撫してくれる義理の祖父ルイ15世は大好き。例の老女たちやマダム・エチケットとも何とかやっていける。善良な神父ベルモンには信頼の念を寄せ、母の静かな親しい友メルシー大使には子供らしい尊敬の念に満ちた好意が持てる。しかし、だが、しかし、これらの人々はみんな大人だ。みんな生真面目で、決まり正しく、いかめしく、おごそかだ。そして彼女、15歳の乙女は、誰かと打ち合わせを打ち解けて友達になり、心置きなく陽気でいた一心だ。遊び友達が欲しい。先生や監督者や顧問はもう結構。彼女の若さは若さに担えていた。しかし、こんな冷たい大理石のこんな恐ろしいばかりのいかめし家で誰とはしゃぎ回ろうか。都市格好から言えばちょうどいい遊び相手がそばにいるではないか。たった一つしか年上でない夫である。しかし何かしら不機嫌で決まりが悪そうにしてるかと思うと手洗いごともする夫、この不器用な夫は妻と打ち解けることを避けている。彼としてもこんな早く結婚する気はさらさらなく、この外国の少女に少しは機嫌を取ることもしなければなるまいと心に決めるまでにはだいぶ暇がある。そんなわけで残るのはただ夫の弟たちプロヴァンサークとアルトア伯だけだ。上は14、下は13。この義弟たちとマリー・アンターネットは時々子供らしい遊びをする。いろいろな衣装を手に入れてはこっそり芝居ごっこをするのだが、マダム・エチケットが近づいてくるや否や何もかも早く隠さなければならない。応対時期とあるものともあるものがお芝居ごっこの現場を抑えられては大変。しかし何か心から晴れやかになり愛するものが入用だ、入りようだ。ある時はウィーンからチンを送り届けてほしいと大使に頼んでいる。またある時は未来のフランス王妃が次女の二人の子供を自分の居間に連れてきて、綺麗なおべべにも頓着なく床の上に転がってふざけているところをノワイユ夫人に発見されている。最初から最後までマリー・アントワネットの中にある自由自然な人間性は、この結婚によって投ぜられた環境の持つ不自然さ、操り人形、デクノボー式の虚飾虚礼に対して戦う。この気軽な、うわうわした、ウィーン娘は、幾千の窓を持つ厳かなベルサイユ王宮において、いつも異邦人であるといった感じを抱いていたのである。第3章終わりです。